さあ1戦目は今ちょっと休憩中ですね。おギャラリーもちょっとすごい感じになってきましたね。ちょっとこれまだステージじゃないんですけどね、この後もっとすごいステージ待ってますからね、もう待ってくださいね。さあ今作戦会議というところが周さんのガムを選手集中力を高めています。ステージどこ選ぶのか、おっと終点をまた選んだぞ。表の決勝の2試合目です。先ほどの試合はレインファルコが制しました。これでレインファルコが2勝目を挙げればそのまま勝利ですが、このスネークはそうくん、これは今夜のおばさんとばかりに今度は立ち回りを大きく変えている。まるで風呂を覗くような体勢で幸福前進だ、いや幸福前進というよりは幸福している。さあ何を考えてのこの立ち回りになるわ。逆にファルコはブラスターをなんとか当てようとしていますね。いけるかな、そうこの近づいてからのね、出口戦のようなこの攻め、これに注目です。さあ手榴弾とブラスターと向かう、やはりこのブラスターの方は多少飛び道具としてはね、あの強いと言いますか、なかなか使い勝手のいい強さが出てますね。さあこの中央の周りからプリに攻めようとする、お互いおっとこれは珍しい勝ちのか、これはチャンスか、これで空襲しろ、これで掴める、いや掴めちゃう、おっとこのまま距離を離すか、そして攻める、おっと跳ねがした、返してここまで掴んだ、おっといきなり緊張戦になった。さあどっちが制するか、これは読め、惜しい惜しい惜しい、さあもう遠距離は捨てるのばかりに、ダッシュから空襲しろ、これは痛い。パーセントも一気に逆転したぞ、 100% 超えた、これはスネーク、ファーストファイン圏内に入ったか、よーし、おっと惜しい、もう今惜しかったですね。これで笛は使えない、この距離から、おっと掴めない、おっと構え返した、この辺の駆け引きはもう上級者と言わんばかりですね、本当にうまい。さあこれはどうだ、おっとこれで一足したのかぞ、逆にスネークはリードを取りました。スネークあのリードを取ったスネークはね、こっと崩しにいく、安定してますからね、ここのまま安定度を保ってスネーク立ち回れるか、これもブラスターがやはり地上では当たりません、当然ながら、そして来たところを飛んで火にいるファルコの4ばかりに殴り倒す、そしてこれも近づいて、おーっとしっかりダメージを与える、いいですね、丁寧な立ち回り 70%、 今度は逆にスネーク相手の様子をねしっかり見て反撃しているようなイメージですね。決して焦らせ、ゆっくりと距離を取り確実に攻めていく、しかしバルコも早く1ストップ落としたいところ、 170% ですね。これどうだ、おっとまだしない、これでおしっかり溜めてましたね、うまいですね、大気読みですね。そしてスネークもでまだ 0% ですから、低いうちにとどめを出しておきたい、この距離から時々の打ち合いというのも面白いぞ。さあこれはおっと倒した、そしておっと面白い、いい読み合いだ、このブラスターとシュリューターもそこでも嘘だ、すんなといういつ近づくんだ、ここか、ここか、おっこれはどうだ、これはどうなるどうなる、さすがにスネーク先ほどの同じテクニックを使って復帰を記録を伸ばしているが、ダメージが結構溜まっているぞ、おっとここは止めてディレイをかけた、まあ大丈夫そうですね、これはまだまだ、おっとそれを読んでいたか、
そう、さすがに今のはすごい。ベンチの長かったらば、ゴチの差が入っていったところが、まあ、この距離から、またブラスターダメージを舐めます。まだね、トロプラスターズがちょっとスネーク重いですから、まだまだといったところなので、まだとどめは狙えないから、逆にスネークはとどめを刺したい。これお互い、手榴弾の枠に巻き込まれた。さあ、おっと、これはお互いかわした。おっと、これもスマッシュもかわして投げた。互角です。見ての通り、パーセント 1% しか違いませんよ。なんという試合だ。これで屈指上、それでも死なないのがスネークなんですね。これは 174% そのね、耐久力、ファルコン 155% かなり粘ってます。決してお互いミスがなくてですね、もう片方のベストプレーで一度失っているような状況。これはさすがに焦点なさった 165%。 そして残り一度です。これでスネークが一度返せば、一度同士で最終3対3戦にもつれ込みますよ。スネークが着地で使って投げて、とどめはまだ振らすそうか。さあ、こうなるとスネークがどこまで生きるか注目ですが、さっきとはね、ちょっと状況がね、違いますよね。さっきはパーセントまでいたのなんでしたけど、おっと、これは空中のヒット、残り1足同士です。あっと、視聴スマが目指してました。さあ、1つで横スマですね。さあ、これは距離離した。これは誤爆か。おっと、この隙にファルコンが攻めたいか、当たらない。これが弱点罰、そして逆に捕まったぞ。と、これはそのままこの攻撃で、さあ、78、中距離からビジョンを中心にね、いきなり近づいて攻撃を仕掛けます、ファルコン。しかしスネークももちろんそれを分かってますから、しっかりガードして反撃に繋がりますね。これは出し込み、おっと、これは武田が、おっと、今のね、光りそうでしたね。僕なら光ってましたよ。あおっと、おっと、やめてよ。いきなりメダル決まりました。これで2勝目を挙げたレインファルコの勝利ですね。